クラシックには直結しないレース、当たり前だ、芝1200のレースだと。はい、どうも、秘密結社フェガム総帥ハッチーでございます。今回は小倉2歳ステークス。まあよく言われるのはね、クラシックには直結しない、小倉組はレベルが低いというふうになるわけなんですけども、ただ当たり前ですね、芝1200のレースですからね。小倉2歳ステークスはクラシック勝ち馬を出してない。それは桜花賞でも芝1600、まあ、皐月賞に至っては芝2000のレースですから、まあ1200と2000両方こなせる馬なんてのはそうそういない。ましてやダービーだと倍距離が違うと。それゆえにね、小倉2歳っていうのはクラシック勝ち馬も出てないレベルの低いレースですよなんてよく言われるんですけども、いやいや芝1200のレースだと。仕上がりが早くて、しかも小馬になっても活躍できるチャンピオンクラスのスプリンターはたくさん出てるわけです。まあそしてね、レースの距離から考えたら当然それでいいわけですね。芝2200のレースから芝2000で通用しません。当たり前です。昔は短い距離で伸ばしてね、距離伸ばしていってなんていう考えでね、まあチャンピオン真のチャンピオンはっていうふうに言われたんで、みんなだからってね、その考えのまんまでクラシックに直結しないから小倉2歳をイメージ低く持ってくっていうのは頭が古いよねと。いや、チャンピオンスプリンターを輩出するです。今でもね、例えば一昨年でしたっけ、勝ち馬修二なんかは今でもね、芝1400で走ればそこそこ上位に来る馬、まあ、考えてみれば、まあ修二もね、今喉やっちゃって成績落としてるところはあるんだけれども、また復活が待たれる馬。さらにね、遡ればエピセアロームとかね、ダッシャー55、アストンマーチャン、名勝ボーラー、もう今世紀に入ってからだけでもね、名スプリンターを続々輩出しているレースです。というわけで、まあチャンピオンスプリンターがいるかななんてのも含めて見ていかなきゃいけないレースなんですが、フェガムズアイ予想のポイント、まあ、前走シンバからここを連勝で勝った馬っていうのは、連勝で馬券に絡んだ馬が過去10年30頭のうちで14頭、馬券圏内30頭のうちで14頭、これに対して未勝利から馬券に絡んだのは6頭、オープンの勝ち馬が6頭で、オープンの掲示板クラスが4頭なんですが、まあ、この中で、ね、オープン勝ち馬6頭のうち2頭は、ひまわり賞九州産限定オープンから連投でここに来てという馬なんでね、まあレベルが低いと思われつつ穴を開けてるなんてところもあります。まあ、そして、逃げ馬が過去10年で4頭馬券圏内、鼻を切った馬が来ているっていうのも比較的率が高いと思われますので、まあ、そういったところも本来は含めて予想していくかなというところになります。というわけでね、今回の特注、想定8番人気、中和フライヤー。まあ、この馬はね、フェニックス賞の2着馬ということになるんですが、それもね、新馬勝ちだけで、ここに来た馬よりは、まあ、つまり、オープンをわざわざ使ってからここに来た馬とか、未勝利勝ちからの馬の存在の比率とか人気度を考えたら、比較的ね、オープン勝ち馬、オープン2着に負けてるけど、その分8番人気っていうのは評価できると思います。まあ、そして父、ヘニー・ヒューズも、まあ、ダートシュボバだなんていう風にね、日本サンバは結構ダートの方で実績がっていうんですけど、結構ね、丸替え時代の3区は芝でも結果を出してましたし、エンドスイープと同じで仕上がりが早い馬は2歳児は芝で走れて、その後徐々にダートでシフトしていく。まあ、例えばね、エルコンドルパサー3区ですけど、バーミリアンなんかも、2歳児は芝で走って結果を出して、クラシックいまいちだかの後ダートに行ったみたいな感じで、2歳児は芝で通用するダート馬っていうのはまあまあいます。父ヘニーヒューズっていうのはそういう馬を多く出す種馬というふうに見込まれての輸入ですので、まあ2歳児は芝では結果あまりって言っても気にすることはないレベル、まあ、そう考えた時にヘニーヒューズ3区でね、芝でもここまで2戦結果を出してきてる、まあ、そういった馬を重賞でも狙えるっていうのはまあ当たり前のところかなということでね、まあダート種馬に見えて2歳児は芝で走るっていうパターンは、実際に芝で結果を出していれば問題なく狙えると思います。まあ、そして想定1番人気シングルアップ、この馬がね、6月3日だから阪神2日目、つまりダービーの翌週ですからね、開幕週、つまり新馬勝ち1号ではなくて、日曜日なんで1号ではないですけれども、最初の週の新馬戦を勝って、まあ、その後しばらく一息入れてフェニックス賞を快勝したと。まあ、つまりある意味休み明け2戦目っていう意味でも走り頃ですし、ここを狙ってのローテーションとは言えるわけですね。まあ、もちろん金車差の奇跡産区ってことで、この新馬を勝った阪神の芝1400も得意な血統ですし、まあ、この小倉の芝1200とはいえね、まあ、2歳ステークス狙いって意味では小倉2歳ステークスでも結果を出している血統ですから、まあ、血統的にはここで一番狙える馬、まあ、一番人気なんでね、特注っていうよりはってぐらいにしときましたけども、まあ、期待値的にはそこそこかなぐらいにしておきましたけども、かなり買える一頭ということになるはずです。まあ、そして、想定2番人気ルチアーノミノル、まあ、ミノルの冠名で言えばね、レーヌミノルがここを勝ってたりしてね、
この馬主さん、あれ地元なのかな、ここ狙ってくるのかなってとこなんですけども、この馬どうなのかなっていうのがね、父親がルーラーシップ晩成のしかも中距離馬でね、まあ、そう考えるとね、中距離から長距離に適性があって、適性にも疑問があるし、仕上がりにも疑問がある。まあだいたいね、晩成血統で新馬勝ちは仕上がりでポンと勝てても、同じ新馬勝ちの馬同士の2戦目はつまずく例っていうのが晩成血統には多い気がしてまして、まあそういう意味ではね、2番人気ぐらいまで祭り上げられてくれれば思い切って消せるんで、僕としては。ただそっか、ルーラーシップ自体は晩成血統だったんだけども、そのエアグルーヴの品系ってことで言えばね、あの新馬勝ち第1号なんとかね、あの出してたりするような新馬狙いの血統ではある。まあでも大丈夫かな、新馬勝ってもその後休養入ってたもんねっていう意味で、これは消していきたいと思います。まあそして想定3番人気ファンタジスト、このまま消していきましょう。まあ、母父ディープインパクトってね、重賞勝ったのが確か G1 勝ったの奇跡だけでね、奇跡もね、あれあの土着層に重い馬場だから勝てただけでね、母父ディープインパクト自体僕は評価が今んとこしてないんで、まあ2歳ステークスで仕上がり早くていい馬場で、ね、狙えるかっていうと非常に疑問だと思っております。そして想定4番人気セプタリアン、この馬ね、新馬で負けた後2戦目逃げて一変して、あの時計もいい時計で勝ったんですね。まあ、この馬は翌週に両馬場で走って勝った、ファンタジスト、想定3番人気で消した馬と比べて重馬場だったんですけども 0.3 秒早い時計で勝ってます。まあ、つまり時計勝負で考えても、まあ新馬勝っただけのファンタジストより時計も持ってるし、まあキャリアも一戦多い、この馬の方が回要素は多いわけですね。なのでまあファンタジストはちょっとあの思い切って消せて、こっちを買おうという算段でいきたいと思います。まあ、そして想定5番人気宮地シルフィード、一応ね新馬勝ちではあるんですが、この馬はまあタイム的にどうかなってことで、九州産限定戦と比べてってことで言うと九州産限定未勝利、一回走った分まあタイム速くなっているとはいえ、九州産限定の未勝利の方がこの馬より 0.2 秒ぐらいタイムが良かったんですね。まあそう考えるとちょっとレベル的に疑問じゃないかなと。まあ、国難の中でねタイムが微妙だったあの開幕週のね日曜日の新馬ですが、九州産限定新馬と比べたら 0.2 秒ぐらいタイムは逆に良かったんでね、まあ、そういった比較対象が小倉の開催の前半にはあるので、まあ、ここは消しでいきたいと思います。まあ、そして想定6番人気ジャカランダシティ、この馬はね、2013年の勝ち馬蓬莱秋子と同じヨハネスブルグ産駒ってことで適性はあるんじゃないかと。まあ、そして、ね、このヨハネスブルグっていうのはね近年流行の血統で、ヨハネスブルグ産駒のスキャットダディっていうのがね守護馬になって、これがこの代表産駒がね今年6戦6勝で無敗でアメリカ三冠を制覇した、そのまま引退したんでね、 無敗のまま引退ってことになりますが、ジャスティファイと、まあ、父の系統が一緒、つまり流行の系統ってことでね、ここで活躍してここで勝ってね、一気にあのヨハネスブルグの孫として守護馬にできる成績なんてことになればね、ヨハネスブルグの子として守護馬にできればアメリカから買い手が来るんじゃないかというような血統ですね。まあ、そういうことにして、まあ、ここは買いでいきたいと思います。まあ、そして想定7番人気タガノジェロディ、まあ、ニーカップのねタガノファームっていうのはなかなかこの2歳ステークスで狙える馬出しているし、2歳オープンで面白い馬出しているんですけども、まあ、父ノベリストがねいかにも重い、まあ、あのルーラーシップを消したのと同じような理由でね、晩成の長距離血統で、まあ、短距離でポンと1つ目勝てる馬出てきても、なかなかそうやって勝ち上がった馬同士の2戦目は非常に厳しいんじゃないかということで、これは消しでいきたいと思います。まあ、そして想定9番人気タムロドリーム、まあ、ジャスタウェイ産駒ってことでね、それだけでも、まあ、新潟2歳でね栄新さんが打ちついちゃって、あれであの馬がちゃんと外回して差し切っててくれたら僕の馬券も当たってたし、まあとはいえね、あの新潟2歳ステークスの1着2着馬券買ってたとはいえ、1番人気2番人気の抑えた方がね上位に来てなんで、まあ、差し切るぐらいまでしてくれないと取り紙だった可能性はあるんですが、まあジャスタウェイ産駒ここまで、オープンの2着が1回、G3 の2着が1回とかね、非常に戦績残してますからね、まあジャスタウェイ産駒初年度から勢いありますし、まあここも買いでいいかなということで、まあ、ジャスタウェイ産駒にここで重賞勝ってもらいましょう。まあ、そして最後にひらめけ大穴、想定15番人気カシノティーダ、ひまわり賞のね勝ち馬って毎年こんぐらいの人気なんですけれども、
過去10年で2回馬券に絡んでるんですね。まあ、今年は久々の未勝利馬のひまわり賞制覇ということで比較的評価は落ちるんですが、まあ、それでもタイムを見ればね、まあ、そして楽に逃げれれば面白いぞというような競馬をしてます。まあうまく逃げ、初戦の負けはまあ仕上がり不足というかね、6周の間に3つ走んなきゃいけないからあえて新馬は仕上がりを落としたという意味では無視できる。2戦目は逃げ馬同士絡まれて、まあ、もう片方の馬が勝ったんであれだけども、絡まれなければ当然上位に来れてた競馬、そう考えると3戦目楽逃げできたのは非常にプラスだったと。まあ、同じくね、楽逃げできればひまわり賞比較的ちぎって勝ってますからね、まあ狙える可能性は出てくると思います。まあ、というわけで3連複6等ボックスかな、5等ボックスは多分当たると思いますが、勝ちのティーダも未勝利からのひまわり賞勝ちってことでかなり侮られるようだったら先手を取れれば面白いということで覚えておいてもらいたいと思います。以上、こんな感じで小倉2歳ステークスハッチーでした。最後までご視聴ありがとうございます。今回もまた頑張って馬券を当てたいと思っておりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。